ここは多くのトドが住み、荒波が砕ける千島列島沿岸の一部を再現しています。千島列島は北海道からカムチャック半島までの約 1200km にわたる列島です。千島列島の東側には栄養豊かな寒流親潮が流れ、魚介類の宝庫です。トドはアシカの仲間では最も体が大きく、オスは体長3メートル、体重 1000kg にもなります。秋になると北海道沿岸にも姿を見せ、漁業に多くの被害をもたらすことから海のギャングと呼ばれています。他には栄養豊かな寒流親潮が流れ、魚介類の宝庫です。トドはアシカの仲間では最も体が大きく、オスは体長3メートル、体重 1000kg にもなります。秋になると北海道沿岸にも姿を見せ、漁業に